はい、はい、リベンジですね、はい、3分クッキングビヨンドの時間ですね。ビヨンドですね、はい、今度こそ成功します。はい、成功させてください。学習したんで、はい、自信はあります。はい、頑張ってほしいです。あせんでしたもう最初はもう火つけるところから。なるほど、覚えました。はい、よし、じゃあリベンジやりたいと思います。お、いいですか。はい、よーい、スタート。はい、スタート。始まりました。さあ、リアル3分クッキング。これいけるぞ、自信ある。何かを掴んだらしいです。本人は完全に掴んだ。本人は何かを掴んだらしいですね。ごめんな。お、お、なんか珍しいみじん切りの仕方できてるもん。おお、嘘、できてない。やばい、やばいぞ。玉ねぎの皮が1個作るから。さあ、ただいまの時間、お、30秒しか経っていない。おお、いいね。あ、卵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 、取っていい。はい、卵、はい、卵を取、卵を来て、あ、ちょっと少ない。さあ、割っております。まあ、何秒、あと2分です。お、いいんじゃないですか。2分、いいね、いいね。残り2分、いいんじゃないですか。いいタイムですよ、これ。いい感じ、いい感じ。来てる、来てる。来てるね、これ。あ、来てるよ。あ、これいける。いける。おお、これ来たんじゃん。まだ1分30秒しか経ってない。よし。おお、これ。火、マックス。よし。あとは手洗って洗い物するだけ。余裕だな。あとはもう、フライパンが次第だな。フライパン次第、フライパンの火力次第。あ、なんかあっちに蓋みたいなものがある。あ、キーアイテムがある。キーアイテム、キーアイテム、はい、これで。おお、これで時短1分、残り1分ある。お、余裕だな。あ、これいけるぞ、これいけるぞ、いけるぞ、これいけるぞ、いけるぞ。今1分、今何分、これ1分です。まだ1分、1分ですね。50秒になる。58、あと50秒、50秒になったらひっくり返そう。55、4、3、2、1。はい、最速時短。おお、できてない、できてない、中途半端。やばい、いや、上がユッケになってた、今。やばい、やばい。あ、でも、なんかいけそうで怖い。いけそうで怖いぞ、これ。さあ、残り30秒気が入るんでしょうか。さあ、やばいぞ。あと何秒、28秒、頑張ってほしいです。おお、来た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 んじゃない、これ。マスオさんになってた。マスオさん、マスオさん。おお、余裕でいけるな。やった、すげえ、成功した。これいけるんだよ、これ。盛り付けするまで8、7、6、5。なんかやった気持ちよ。2、1、よっしゃー、終了ー。これ一応3分でできたらいいんですけど、はい、これハンバーグって呼んでいいですか、これ。まあ最速ハンバーグはこうだよね。普通のハンバーグはまた別かもしれない。めちゃくちゃ薄いんですけど、これ3分で一応できたのはすごいですね。2回目、2回目でこれいいんじゃん。火も通ってると思うよ、うん、ちょっと食べてみましょう。じゃあ早速。薄いな。なんかね、ゲロ食ってるみたい。ゲロ、ゲロ。悪く言ったね、うん、食感はゲロみたい。ちょっと美味しいです。全然食える。じゃあちょっと自分も食べてみましょうかね。私、うん、も食べてみて、うんうん、さあ、この酒好きの俺がちゃんと酒に合うかね、試してみましょう。これ完全に明るい時間から酒飲むっていう。室内の撮影は飲むって決めてんだ俺は。室内の撮影ではとりあえずあのキムチの素がついてないところですね。はい、普通のものから。もう、はい、中も火ちゃんと入ってるし、うん、肉なんだけど肉の食感がしないっていう。玉ねぎ火入ってなすすぎでしょ。なんか玉ねぎのサラダ食ってみて。サラダ、うん、肉なのに。美味しいですね。美味しい。ひき肉なんでやっぱり、うん、ハンバーグって料理
じゃなかったら美味しいって感じるかもしれないですけど、うん、ハンバーグだよって出されたら切れますね。ハンバーグもどきです ね、うん、ねどっかの、ね、国の料理で、うん、出てきたら別に怒らないですけど、これハンバーグですって出されたら怒るっていうことです、うん、いやもう全然3分でできるんだと俺素晴らしいと思います。3分で料理を作るっていう人はなかなかいないですから。ないない。3分クッキングでさえ3分で作れてないんですから。確かにこの日本の知力を集めてるわけですから3分で作れたわけの、うん、それでできたっていうのは素晴らしいことだと思いますわ。あざっす。はいさい、なんとスマホからでもクリックした関連動画に飛べるようになったんだ。こっちをクリックするとパドン、なんと関連動画に飛ぶことができる。そしてこちらをクリックするとバン、チャンネル登録ができるようになるんだ。バン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 、さよなら。はい、じゃあ食べちゃいますね。残さず食べます。はい、ちゃんとね、うん、食べ物は粗末にしないようにね。夜なんかご飯も食べられなくて困ってる人もいるんだからね。本当に粗末にしちゃダメですよ本当に。日本は恵まれてるからね。そうだ、もう捨てたりするけどこれダメですよこれ。さあ全部食べました。さあ素晴らしいです、うん、はい、ごちそうさま。おっ、ちゃんと完食しました。はい、自分で作った料理はちゃんと食べる、うん、それが春おっきの真骨頂ですからね。